本ビデオはアマチュア講談社の方がもっと強くなられたいということで、大竹先生より、はいはい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。第1巻は布石ということです。はい、そうですね、5番布石難しいですよね。はい、まあ並べながらね勉強していただきたいと思いますけども、これあの、まあ、ね私の先生北谷先生なんかねおっしゃってられたんですけども、5番はこの状態が一番綺麗なんでね、一つ石を置くとねだんだん汚していくような気持ちになるから、なかなか一手打つのがね、はい、辛い、専門家としては辛いっていうことをおっしゃってられたんですけどね、それぐらいやっぱり一手一手っていうのがね、石を置くことによって要するに碁盤がこう小さくなってくるし図ができてくるわけですからね、だんだんこう石のパワーをね、はい、心を込めて打たないといけないってことになるんでしょうかね。はい、並べながらやってみましょうか。はい、はい、本局先生の碁盤、そうなんですよね、はい、黒盤です。はい、もうこれはだいぶ前の碁だと思いますね。星なんかね、最近私も若い頃はね星を随分打ってるんですね、こうやって見るとね。先生はこう布石決まった形を持たずに、あんまり打ってないんですよね。人がね小目の時は星打って、はい、人が星打ってる時は小目打つとかいう、ね、本局本当に星と小目で、これは2連星ですね。そしてかかっていかれました。はい、両方の小目ってね珍しいですけども、いいですね。はい、はい、この時に、ね、白が、はい、こちらへかかり関して、そうですね、はい、あのまあこれをご覧になってられる方は大体お強いっていうことですけどね、そうですね、布石っていうのは要するに仮番号に打つ、いつも申し上げてるんですけども、四隅あって辺が4つあって仮番号に打つ、それからまああの石は碁の場合はねずっと終わった時にこのその石が、はい、働きがあればね、碁盤の中でエネルギーを持ってればいいわけだからね、ずっと終わった時にあそこに石があった方がいいなっていう方がいいところへ打ってれば大体間違いないんですよね。はい、それから最初のうちはやっぱり中央に向かってエネルギーをね蓄えるっていうことが大事ですよね。そういう、はい、まあつける、一番多く打たれている、はい、定石かもしれませんが、黒は、まあつない、はい、固くつないで、でこうですか。はい、これは要するにここ行くとこう三連星になりますよね。それとまあこうとかこうとかっていう模様の形になりますよね。はい、これをもう一局の碁ですよね。これでまあかかるか割り打ち、今度は白番でかかるとか割り打ちするとかっていうことでね、はい、これはあるいは締まる打ち方ありますよね。それも一局の碁で、あえて、はい、これまず条件としてはね、1対1だから、はい、高目にこう入ったと思えばどうってことはないね。あ、こちらの部分は、これも五分だから、まあ、完全に殴り合ってるわけじゃないから、あのまあこういうふうになってるとね、くっついてるともう殴り合ってる状態です。はい、これは少し離れてますからまだ少し余裕があるってことですかね。でまあこう あえて新しい形を打ってみたっていうことでしょうね。はい、挑戦ですね。でこの時に右行くか左行くか、あるいは多方面に行くかっていう時に、まあ図形をね、ストーリーを、はい、まあこう選ぶわけだけど、それとまあ相手の感情をね、こう逆取りするってこともあるでしょ。あ、人間同士が打っているので、あ、来たんだからこう外してみたいとかね、はい、あ、受けておいて力試しとかね、そういうこともありますからね、その時の気持ちでお打ちになるってことが大事かもしれませんね。はい、では受けるのと挟むのと、そうですね、最近はこう
低いのが多いですよね、はい、これ弾けるのこれね皆さんね受けるという感じになりますけどね、これよくいつも申し上げてるんですけどこれの形とこの形と同じですからね、あ、同じ位置なんですね、同じところに位置があるでしょ、はい、ですから先に同じところにあって中央にこうあるわけだから悪かろうはずがないわけですよね、だからそういう気持ちでお打ちになればいいわけですね、はい、当然ハサミも何通りかありますあります、こっちに挟めばこの石をいじめる、その代わり、はい、こう来られた時のここの広さの問題とかね、あ、今度はツケではなくてそう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 硬い、はい、それも皆さんもよくお分かりですよね、一度の差で、だから一点一点に対してはね必ずあのいい部分とメリットとデメリットとかあるっていうことなのかな、はい、うん、だからその辺を心していかないといけないし、打たれた方もあ、怖いばっかりじゃなくて、そうじゃなくて相手の弱い部分も見るっていうことが大事ですよね、はあ、うん、はい、これどう打ったんですかね、じゃあ早くも布石の分点で、そうそうそう、先生はこちらの方へ、だからこれはね要するに高くいってますよね、はい、こう打ったっていうことは要するに自分の石が4線から5線に向かってますからね、上の方で戦ってみようっていう、それからまあここももう一つやってみましょうか、はい、じゃあそういうふうにいくとまた広がってきますからね、多分 その気持ちだったんです、気合いみたいな感じでね、はい、この辺は分かりませんよね、うん、そしたら当然こっち来た、はい、両掛かりへ、これはもう勢いですね、はい、うん、でこういう風に行くのと、もう図が全然違ってきちゃいますよね、要するにね、はい、なんかねゆっくりした感じ、まあ、仮にこういう風になっちゃえばね、こちらですね、そうそうそう、これも後ろもねゆったりしてますよ、はい、ちょっと黒が不本意かもしれませんね、あ、この図は、これで負けるってわけじゃないですけど、若干ちょっとこの人の方が先にかかったにもかかわらずこっちの方が安定しましたからね、はい、だからちょっと悔しい、それならばむしろこっちへ行った方がね、なんとなくこう戦いにね、でこの石も生きてきてますからね、参加してるんですね、参加してるような気になるでしょ、はい、でもこれはもうダイレクトですよね、こっち行ってね、はい、今度は次のここに行くことによってこっちの価値が大きくなるでしょ、ここに石がいる方がかかった時に白が白も黒も大きくなりますよね、先生この石はあのここまで迫ってきたんですけれども、うん、もうね、これはまだ一つじゃあのどうってことないですからね、すぐにもう丸飲みされてしまうとかっていうことはまずないです、まずないです、はい、だからまあこっち展開するんでしょう、白も気合としてはね、はい、手を抜かれましたので、あ、こうやった、はい、うん、そうでしょう、この両掛かりに対しても黒は何通りか打ち方が、これね、そうそうそう、この辺は楽しいとこなんだよね、あ、そうなんですか、要するにね、この皆さんのレベルだとね相当楽しい時じゃないかな、今この時はどうかわかんない、 今だったらね、ここが一番中心ですよ、はい、中心、これで悪かろうはずないんですね、まあ、でこう来るでしょ、要するに上に行ったら下に隙ができる、はい、下に行ったら上に行くっていうのがもうものの理屈ですからね、これ基本です、あ、反対側へ、そう、上に相手が来たら自分は下をまず見る、はい、下が来たら上を見るっていうのがもう鉄則ですね、代わり番号に打ってるんだからね、追いかけていったらダメ、打たれた方に目が行っては、はい、ですからこういった時に皆さんが楽しむんだとすれば、どちらかを抑えるんじゃなくて、はい、要するにここが あるでしょ、だからどうしたってこっち方面大事にしたいとすればこちらへ先行く、どうですか、はい、そうしますと定石ではそっちですね、はい、反対側へ、要するにこちらへ来てくれればね、ええ、こういうふうになっていったときに今度はこっちから押さえたときに、はい、こういうふうになってねこう伸びていって、はい、こちらでしょうか、そうそう、そうなったときにね どうなっても重くなりますからね、
それからこの石が今度苦しくなるでしょ。ここ止められた時、交換につけてこう引く、はい、形になった、こういう動きになった時にほらここもまた窮屈になりますからね、はい、どん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 苦しくなりますからね。なるべく自分の石が自分の石をいじめない方がいいですから、これでこうかけてみて、でこうかけ、はい、まあ押さえるかまたかけていくかね、さらに上へ、うん、これはほらみんなこれ石が同じでしょ、はい、同じ人が打ってるでしょこれだとね、だからあの碁打つ布石から中盤に向かってはなるべく気持ちを統一するっていうのかな、はい、そういう打ち方なら悪くないと思いますね。一貫して、一貫して、じゃこれが、まあ、一つの作戦。そうじゃない、はい、どちらか付け伸びた、はい、本局はこちらで、これね、どっちへ付け伸びるかってのはもうこれはもう難しすぎて分かりません、はい、あ、そうなんですか、うん、これはもうその時の気持ちだね、何かこう目安になるようなものは、覚えない方がいいね多分、はあ、そうですか、覚えるとろくなことないから、言葉で覚えるのは、うん、多分間違うでしょうね、なかなかうまく説明できないですからね、要するに我々でも全く分かりませんからね、だからこれがいいの、さっき言ったコスミがいいのかつけ伸びがいいのかね、はい、それに一曲です、全部一曲ですからね、はい、この辺ただ気持ちさえあれば、気持ちがないっていうのはダメですけどね、今日はこう石が上に行ったんだから上に行こうとか、はい、これでこう来た、はい、三三です。で切りまでですね、うん、これは一つの型ですけどね、これは白が実利を取って黒は外勢、ただ、はい、一応ここへ切って伸びられてますね、はい、でこの石を2つ一応犠牲打になってますよね、で陣地は取られましたけども犠牲打を配してますから、はい、黒にも黒を悪いとしたらほらこの交換ぐらいでしょ、あ、これがなければもうめちゃくちゃ悪いですからね、白がね、こちらは悪手ですが、その白の方が少し問題がありますからね、これはこれで一局十分打てますよね、はい、そしてこちらの価値が大きくなっているというところへ白が回りました。これ変えてみたらいいんですよね、特に、あの白石どけて、はい、仮に、まあ、こうかこうか、ね、逆にかかられると大変ですからね、はあ、ですからそこが大きい、この碁では一番大きい、そして黒も大場へ、そうですね、ここのねシャッターを下ろす、はい、こともここへ行ってはい、ここのね柄覗きの価値とかねいろいろあるんですけどね、ああ、こうですね、いろいろありますけども、5番としたら最初のうちはこう広さ、スペースの広さ、はい、ここへ来たらこの数が数数えるとこっちの方が広いですよね、どう見ても、はい、幅は幅があるんですよ、だから幅のある方にまず目を向けてれば大体間違いないんじゃないですか、布石のうちは、はい、要するにテリトリーの問題ですからね、でこう広げてみて、要するにここを陣地を与えた、ここを与えた、ここを与えた、自分はじゃあスペースはどうだろう、でこれはもう黒は全然地ないよね、確定地は全くない、はい、白地は10目とか10目とかね、はっきりできつつありますけどね、黒はないんだけども広さが間に合ってれば、はい、広さが間に合ってなかったらもう苦しいですけど、広さが十分あれば十分布石としては成り立っているということですよね、はい、テリトリーで負けたらダメですよ、だからこれがこうね偏っちゃって、でこういうふうになってきて、はい、こっちの方が今度自分が模様も自分は模様を作ったけども荒らしに行かなきゃいけないってなるとね、これはこうっと理屈が変になってくる、はい、だからこれは堂々としていって、これどっかにこっちに来ればこっちに陣地ができるでしょう、こっち来ればこっちに陣地ができる、相手の力で相手によって勢力ができる、それからあのよくこれからも出てくると思いますけども、陣地取られました、すぐ壁ができました、はい、そしたらそれをすぐ活用しなかったら、壁じゃないんです、厚みじゃないんです、
あ、そうなんですか。そのできたものはずっと立って、これ最初に申し上げましたよね、100手とか20手打つでしょ、200手打つでしょ、後にずっと効果がある、ずっと相手が気になるのが勢力。あ、だからその場ですぐそれを使わなきゃいけないんだったら、それは壁じゃなくてね、勢力じゃなくて薄みになっちゃう、石がただ並んでるだけで、その辺が錯覚をしないようにね。あ、できてもうすぐ何かしたらダメ、ずっと後々まで相手がねプレッシャーになっていけばそれがいいということですね、はい、でこの碁ではこうやりました、はい、そちらへかかってきました。でここでどういうふうに打つかっていうのが一つのあれですけどね、かかる、まあ、ここに少し、はい、言いましたけどもまだ下がって動く力残ってますからね、はい、でまあこちらから行くかこちらから行くはか、はもうその時のあれですけどね、この場合はこうやったんですか、はい、そちらはでも珍しい、比較的珍しい、そうか、まあこちらに石が一つありますからね、こちらに入ってこられてもまあなんかこうで仮に出ていったとしても、はい、あるいはこうとかこうで出ていってもね、うん、遮ってさえいればこちらとこちら、はい、先に挟んでますからね、不利じゃないということ、それからまあここの動きを相手の石が来ることによって解決しちゃう、相手の石が来て自動的に解決しちゃうという方が率がいいですよね、あ、自分から守るよりもですね、そうです、そういう動きのためにこっちからやったということですね、はい、まあこの碁はこれぐらいにしましょうか、はい、はい、大竹先生の先番で本局はタスキの布石になりました。あ、はい、今度は小目だね、うん、星にこちらも小目です。そうですね、さっきは二連星だった、今度はタスキ小目でね、はい、いいですね、今度はお相手の白が、ね、相手の方もこれまあ大体こうなりますね、こうなるかこうなるかでね、あ、この方がね要するにこう分散型でしょ、割と、まあ、戦いになったり細かくなったりするんですよね、そういう大模様じゃないからね、はい、うん、これだと、要するにある程度部分的な戦いになりますね、はい、さっきの大きなたすき模様なんかだとね、要するに方向性さえ間違えなければね大したミスないですけど、こういう分散型になると手どころとか、あの味とかっていうものをねきちっと見なきゃいけなくなるかもしれませんね、はい、はい、そういう特徴があるんですね、あるとかもしれませんね、一つ締まりまして今度は白がかかっていきました、ね、ここで広いハサミに挟む形と、もう一つは、はい、こう受けてね、これで、まあ、要するに先ほども申し上げましたけれども A 君と B 君と見合いにする、こちらと A、うん、そしてどうぞお打ちくださいと、あ、選んでください、どちらか選んでください、はい、だとしたら残った方を打ちますと、いう打ち方が、まあ、大体相手にプレッシャーかけるんですよね、あ、そうなんですか、うん、相手に選ばす手、はい、図というのは大体悪い手ないです、どうぞいい方を取りくださいと、私は残った方をいただきます、その方が大体相手は困りますね、はい、うん、だからそういう打ち方をされるなら間違いないと思いますよ、これはただ皆さんよくお分かりでしょうけど、まあ今ね五目半って小身もありますからね、はい、ちょっとまあこれちょっと若干積極的ですかね、はい、で詰めまして、コスミツケの、そうですね、はい、コスミツケね、うん、コスミツケね、はい、まあ黙って受けて、こうして開く、はい、もう一つ開く、そうそう、この図を選ぶか、コスミツケて、コスミツケた時にこう素直に伸びてくれればね、はい、これコスむの、はい、受けまして、うん、そうするとまあここが少しなんとなく狭いですからね、特にまあこういうふうにでも早めに来てくれれば、はい、
あこれはこれでなんとなくね、ここから下もあまりないですけど、白が狭くて下に行かせたので黒も満足と、まあまあ広い方にね、展開できますからね。ただこっちへねこういくのもありますよね、かけてですね、これはややこしいですよね、こういうもう最初からこういうのもあるんですけどね、これまあ受けていけば字がね、はい、こちらへ厚いです、はい、まあ、こんな感じでしょうか。これはこれで陣地がね、できます。これはこれで一曲の方ですよね、みんなね、はい、こうやったんですか。で伸びて伸びてこう積みまして、でここで挟み返して、そうですね、これはこれはもうちょっと悔しいですからね、はい、でまあこういってこの手がこの手がね少し欲張ってますからね、挟んだり取ったりですから欲張ってますから、戦いになっても十分ね、白は権利がいろいろありますからね、はい、あのまあ堂々としてますよね。ここをあの次は連絡されてしまうんですけど、まあ、されるだから、ここへシャッターを下ろすことが、これも立派な手ですよね、形部分的にはね、はい、でしいね、どうやる？こちらへ、ここに弱点があるんですね。そう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 、はい、だからここでシャッター、まあ、切って戦っていくかどうか、ここを渡らしてもいいかどうかということが大きな一曲のストーリー後のもあれだね、はい、これで僕どう打ったんだろう、はい、こちらへ受けまして、え、どうぞお渡りくださいということで、まあ相手に来てもらった方がこう来てもらったことによって、それから手をつける、はい、陣地を、まあ、まあ極端なことを言えばこう言って、当ても聞いてこうとかいろいろ聞き味ありますよね、はい、の割り込まれたか伸びとかね、聞きやる。だからまあ戦わないでここをしまってここをこうやって、先ほどもありましたお互いの布石のね、これでまあどっかかかったこうかかるか、はい、どこ行ったんだろう、これでどう行きました、これ、はい、こちらのお奪いが入ってきました、はい、こう行ったんですか、こう行ったんね、はい、この地広いですよね、はい、どうしてもこっち方面が広そうですよね、逆に白にこうとかこう来られますとね、三々入ると要するにこの石がね、この一目が動きやすいようにしておいた方がいいですよね、軽くしておいた方が、はい、これがここのラインがビッグになっちゃうと、この石が苦しい、この石の価値をね、動きやすいようにしておいたいですね、ここを白が大きくする するとこの石が動かなきゃいけないでしょ、はい、大事に動くんだと辛いわけですよ、軽くしておきたいわけ、そうすると相手をでこの辺を小さくしておけばいいですよね、で、はい、自分ここが大きければ相手が入ってこなきゃいけないでしょ、逆にですね、そうするとこの石 楽ですよね、でこう自分の石を楽にするかどうか、はい、価値をね、だそういう見方をして、広いところを探して打つということが大事じゃないでしょうかね、こちらも広いですけどこちらの方がということなんですね、こちらも残っているんですが白はこちらへ行けました、うん、要するにまたこうかかられるとね、さっき言ったこの辺がうるさいでしょ、ここさっき言ったいろいろ味がね、はい、だからこうやっとけば、ですから本当は白もここまで行きたいんですよね、黒はかかりまで、なぜこうやらなかったっていうぐらいですね、はい、こうやってももちろんありますね、この方が普通かもしれません、それはあえてこうやったんだ、はい、でこうやって、それで僕どこ行った、はい、今度こちらへ、広いですね、そこは間違いないですね、はい、で定石ができた、はい、白は黒はあの両方打ちまして、両方打つとね、
有力なんですよね。はい、まあここも硬いですからね、これ両方硬い硬いですよね、はい、これは合ってんじゃないですか。この後どうやってました。はい、残る最後の開きへ、要するに逆に黒にここに来られるとやっぱり広くなりますかね、はい、ここを押さえないとまた張ってきますからね、そういう風になってくるとこれ広いっていうでそこを押さえた、はい、そしたらで黒は広げていきました。あ、これ良さそうなところです、はい、まあ、普通ねこっちありますけども、先ほど言いましたようにこちらのね、相手との牽制 でこっちも広いですから相手の力でこう入ってくるということでね、はい、やる。もうちょっとだけやりましょうか。はい、そして白は入ってきたんですけれども、この時にこちらへ力を蓄えたんですが、要するにですねこちらを入れたということは、ここは少し広いですね、はい、4軒ですね、ってことはいくらかまだ襲いかかる力を持ってるわけですね、はい、ですからこちらを守って、こうですね、こういう力を残すと、はい、ここもありますよね、ここも後ろ私妥協したわけですからね、でここは広いですけども、ですからここへ来てこれはこっちまだ広さ残ってますからね、だからこの相手の方を狙うか自分が守るかっていう、はい、その辺のところね見極めをするってこと大事でしょうかね。本局は狙いがあるので、そうそうそう、はい、で白は深く入ってきましたが、肩付きには受けまして、でもう一回つけてきたんですけれども、これ我慢して、はい、いいですよ。こういうのはつけてきた時に跳ねたり、こうしてこう、はい、跳ね返されて伸びてね、でこうまた2段にこう、もう一回こういうふうにやられると調子ついちゃうんですよね、かえって、だからまあ要するに自分の狙いとしてはこういうふうに受けていて、はい、まだ白もこういうたくさん打ってますけど確定地じゃないですよね、どこもかしこも入る余地残ってますよね、はい、こういうとこ入る余地、ここ打ち込む余地ある。で黒は要するに全体的に地合いが、絶対的な地合いが良ければここ一番いいとこ地を飛んでますからね、はい、この5でこの両方の模様の起点になってるでしょここ、でここに石がある限りもう絶対的に地が大きくなりませんからね、でこの石を攻めてこの石をダーッと模様を攻めていけば全体的に間に合ってればいいということですかね、はい、こちらへ来てこう、はい、受けました、これはあの要するに黒の強さが目立ってますよね、はい、どこを守ったんですか、手抜いたんですね、要するにね要するにこちらを何か打ってればこちら荒らされて地合いが足りないからここを守った、そしたらまたここへ襲いかかったと、いうことになれば、はい、こちらです、この布石は十分要するにここから動かなく、ここへ飛ばなくてここを相手に許したけども全体的な流れとしては黒がリードした布石になったと、いうことが言えるんじゃないでしょうかね、はい、これはこれでいいかもしれません、はい、はい、偶然なんですが先生の黒の碁がそうだね、はい、集まりまして、黒ばっかりだね、はい、白も好きなんだけどね、はい、どちらも先生はいやいやいや、そんなことない、小目と星の布石です。そうですね、はい、これはさっきね、たすきだったの、今度はこう平行型の小目と星、はい、星もね有力なんですよ。星はね、要するに一手でね進みを、まあこの方がこう陣地作るのにはね、はい、いいですけども、星の方がバランス辺の方向にね、早く行けるっていうことではねスピードがありますね、はい、1個閉まりましたので1個かかってきました、はい、そして、はい、これはもうそうですね実利を取りに行ったんですね、こういう挟むのとねありますけど、本局は押さえの定石ではなく雪崩の方なんですけれども、こう押さえて引いて、
はい、かけ継ぎの、はい、これで割り打つ、黒は、はい、割り打つ方と、ここへ割り打たないでね、それを外してこういってで、まあ、ここの打ち込みとここの打ち込みと、それからここへ打つのは要するにここに白三連星する、はい、そしたらそこへかかって、まあ、白が仮に一間に受けたとして、黒がまあ星奥に、はい、要するにこの辺とね、この割り打ちとかそう変わらないですよと、この爪が大きいですよという意見を持つ人なんですよね、はい、でこれを打たないで星下に行くというのは十分私ははっきりしたと取りましたから、ここ開かれてもここ開かれてもまあ利かし味でね、なんかどっかの利かし味、いろんな利かし味で、まあ、ここへ割り打ってどっかねかかっていって陣地が私の方が多いですよっていう打ち方の意思表示になるんですよね。両方考えられる、うん、両方だから、はい、その辺をよく理解しながら言っての意味がね、そういうことですよね。相手にやっぱりプレッシャーかけるっていう意味ではね、ただ単なる割り打ちじゃなくて、これは私の陣地がこういうふうにありますよっていう意思表示しなきゃダメなんですよね、うん、そういう気持ちで布石の言って言って打たないとね、相手自分だけがーって言うんじゃなくてね、相手に少しプレッシャーかけるようなね、はい、意思表示の言って言って打たなくていい。でこれは避けてぶつかってこられた、はい、これは2連星の勢力でいきたいということでね、陣地はいいですよって、白はそういう意思表示なんです ね、 したくてね。それとね、もう一つはね、僕がね、私がねこうしてきた、はい、押してきました。大型定石嫌いなんだよ。はい、大型定石こういってまた伸びた、これ、これ跳ね上げればね、はい、まあ、切ってこう下がる、はい、難しい。昔はこうだったけどね、最近こう曲がるような、こっち曲がるようなのあるでしょ、はい、内曲がりへ、それでねこの時に、まあ、こう曲がる、で私たちが碁の勉強をするにあたっては、自分たちでもちろん研究するんだけどもね、皆さんの碁を参考にしていることが多いんですよ。要するにアマチュアの皆さんの碁をね、あ、そうなんですか。というのはね、アマチュアの皆さんの方がね、素直なの、プロ欲望が、あ、そうなんですか。要するにこうなったこうなったらいいなという手を打たれるでしょ、自分の言い手だけ読むじゃない、はい、アマチュアの皆さんは。私の専門家はね、自分が危ない図から読むでしょ、相手の方が顔を立てる図から、はあ、アマチュアの皆さんは自分のいい図しか読まないから、はい、専門家は見落とす、こう言ってなんかもそうなんですよ、なるべくね、そういうアマチュアの、だから基本的なあれはね、アマチュアの皆さんからヒントを得ることがものすごく多い。そうなんですか、ね、ですから我々はよくね、アマチュアの皆さんの碁を拝見するのはそういう見方をしてるわけですよね、はあ、うん、でこれは大型定石ですから難しいですから、省略させていただきます、はい、でこういって伸びました、はい、大型定石嫌いなんですよね。というのはそれともう一つはね、せっかく5番広いのにね、こんな定石みたいなのでね、はい、一曲進めちゃうともったいないような気がしてね、それで大型定石嫌いなんです。こうやってどうやりました。それでもこう伸びて大型定石を避けたことは悪い手ではないんですね。まあね、要するにね、相手の先ですからね、少しまあ屈服、二線で屈服みたいに見えますけども、相手の先行ってればね、そんなに悪くはないですよ。そうなんですか、相手よりか、これね、相手が先に伸びてあってそっから行くやつはね、あんまり良くないですよ。これ伸びてでどん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 行くやつは、はい、これはいつか自分がバンと相手の頭跳ねれるわけでしょ、はい、だからそれならいいですけどね、後から行くのはダメですけども、いつかバンと返せるならいいです。相手に先行ってるってね、悪い手はほとんどないですね、はい、ではギュッと伸びていても十分、まあこれはこれで一曲打てますね、はい、当たりを決めて
かけ継ぎでした、ええ、要するにこういうふうに下がられる、ええ、この石の下がりの価値っていうのがね、どれくらいかが分かるのは大変ですけどね、はい、大きいということですよね。そうするとここの石の3つがね、ただへばりついてるだけになる、こういうふうにいってると次にまた次に桂馬に行く、はい、まあこれ勝手なことからいけばね、まあコスムとか桂馬に行ってここに這う力、あるいは駆けつ、こういうふうになってれば要するにここへこう駆けつないで飛び込む力とかね、はい、いろんなまあ狙いが出てきますよね。それから全体的な模様との関係とかね、はい、要するにここへ当て打って駆けつないで、それでどうやりました、はい、先生はかかっていかれました、はい、要するにこの時に、もちろんこちらへ向かって、はい、これも一曲のことですよ。でここ大きくまたこう言ってくれれば、まあ、仮にこうこれぐらいにしましょうか、はい、これぐらいで、ね、これはもう一方的なことで、こっちははっきりした陣地ですけども、こっちは模様としてなりますからね、これはこれで一曲なんですよ。これは下がるかどうかは分かんないんですよ。あ、3連星に来られた場合は、要するにここに来た時にこうかかった時に、三々に来られた時に果たしてこの石がね、はい、必要かどうかっていうこともありますからね。ですから、まあ、この白の場合はここへ打ってここへかけつないで、はい、これは立派なあれですからね。でここの広さでこっちを持っていっちゃうということだったんですね、でどう、はい、かかりにここの広さということで挟んできました。これはもう絶対、これはですから何か受けて、仮に一番悪い図はこうですね、はい、そうやってこうなって定石なんですけれども、これはこっちの戦わなかった黒がね、賢いことになっちゃいますからね、はい、うん、これはダメですね、白はね、これはダメということで、だから挟む、はい、そうです、挟みも、いろいろありますね。あ、この方だとまあつけるとかいろいろありますから、まあこう一服されたとこですね、はい、で早速三々に、ね、そうですね、もうこれぐらいもう陣地で戦わないで白模様を作ってくださいと、はい、一箇所ならいいです、どっかで収めますよっていうことでね、そうなんです。これはこれでお互いに実利と模様なんですね。そうそう、これはもうお互いにね、はい、張り合ってるところですからね。で定石が出来上がりました、ね、はい、こちらも大変好点ですね、まあ、いいところですね、これ好点だよね、逆にこうとかこうとかね、はい、これいいところですもんね、ここ広くなってね、こっち小さくなりますもんね、はい、でこう来た、ここでなんですけれども、はい、どんなことを、ここはね、要するにもうこういうふうに打って、はい、こうしてこういうふうになって、これで間に合えばもう十分なんです、黒はね、賢いわけですよ、はい、でもこれじゃあこのスペースのね広さが足りない、ければ受けない、はい、まあ、そんなね皆さんもよくお分かりですよね、じゃあここじゃあ広い、はい、じゃあどうやって荒らすかっていうことですからね、荒らし方のあれですよね、どこまで行ったらいいのか、まあ、普通はまあ帽子とかね、はい、ゲームとか、まあ、この辺どうやったんですか。先生はもう一歩踏み込まれて、あ、そこまで行ったの、はい、やきもち焼きだったんだね、大変厳しい、まあこれは上から行く力が、はい、ですね、まあなんとかなる、出る力が乗って上としこっちがね、はい、見合いですからな、出れますからね、そんなの大丈夫ということでやったんでしょうね、ここまで行っても大丈夫という、でこう行って、はい、飛びまして、白は伸びを打って黒もつないで、さらにこう、ああ、はい、こういうとこ難しいですよね、ここへ曲がってる手も立派です、白はね、今ここへ行った手が果たして良かったかどうかっていうのはありますね、はい、これだとこう押さえてきちゃうでしょ、はい、押さえてきました。でもこういう手を打たれるとあの怖いと感じる方も、まあ、少しねここに白もね、弱みができますからね、白は多分これを曲がって、はい、ゆっくり攻めてれば、これはこれで白も、まあ、まあ大変だったんじゃないですか、こう行って、はい、まあ、ここを押さえさせてもらって、ここへまたね、はい、
こうなった時、上に出ていかずにこちらへ、ここへ根拠を持っちゃえばね、これ先伸びてますけども、はい、ここの幅が狭いですから、これはこれでちょっと白が厚みにこだわりすぎたかもしれませんね。そうですね、はい、これはまあ取るものを取って荒らしていったという、これもまあ一曲の碁だということですね。はい、またやってみましょうか。はい、はい、なかなかね、布石からすぐ戦いになる時とね、もうちょっとこう、これまで上辺とか広さいっぱい残ってましたけどね、はい、いろいろあるんですよね、碁ってね。難しいですよ、だからね。さあ今度は、はい、次局は、またブックロ、はい、黒の辺だね、星に、はい、こちらに、これは、まあ、要するにタスキですよね。同じ価値が5目半ある手ですよね、そうなんですか。これだと要するに絶対先打った方が有利ですもんね。あ、もしこれがなかったらですね。はい、そして中国流に先生が打たれたんですね。いろんなことをやってるんですよね、はい、これ低いのと高いのといろいろ、まあこれはもう趣向ですね。あ、こちらとこちら白はどちらかというところですが、本局は上の方へかかっていきまして、まあ、広いのみんな一局の方ですね、はい、で全て二間開きの定石です、はい、で、本局同じ形が今度は逆にこちらにできて、白はこちらは小ゲイマに入れました。そうですね、先ほど申し上げましたけどね、この小ゲイマは受けるんじゃなくて堂々とした手なんですよね。星に先にあるわけですからね、はい、受けっていうと弱いような感じがしますけど、そんなことはないですね。ないね、でここにこっち入ってきた、はい、はい、かかってきました、はい、ここのね、全て二間に開いたというのが、要するにこういうふうに打って盛り上げていく方とね、こういうふうに打ってこうやって、もうこれなんかこうアンバランスに見えますよね。あ、こっちは模様にしてるのに、こっちは陣地にいってるような感じがありますけどね、まあ、だからなんて言うんでしょうね、そんなにだから悪いってことにはなかなかならないっていうことですよね。そうなんですか、それはそれなりに一局の碁だということでね、だからこういきましたから、要するにここも安定しましたよね、はい、でそんなに要するにここに肩とか肩とかいろいろ残ってますか、あるいはつけるとかね、いろいろありますから、模様としてはそんなに広がってこないですよね。あ、今度黒は、その代わり、陣地がしっかりできましたからね、相手にも荒らす権利はできるってことですよね。広げていかないですからね、はい、相手のところにもダイレクトに行きますよってことですよね。でこう来ましたから、今度はこう、はい、これも立派なんですけども、こっち行った、はい、つけていきました。これはもう実利のね、だからこういう打ち方としては石と石ができてるんですね。マッチしてるんですね、そういうことですね、付けに押さえまして、引いて、定石通りというわけには白もいかないんですが、そうですね、そうだね、はい、ここで、肩つきですね。そうですね、この時の白の考え方としては、こちら方面は全部黒で、こっち方面は全く黒ないわけですからね、はい、全部自分が打ってるわけですからね、打ってるのはただここだけですよね。これはまあ形としてなってるわけですからね、はい、一箇所でも方面白石だけですからね、こちらはまあ相手に与えて打つということですよね、はい、軽く打つということですね。こうやったんですか、これは先ほど言ったら相手の上行ってますからね、はい、これどうやった時に、新型が、新型なの、はい、先生は新型を新手を打たれたんですけど、これ新手なのこれ、はい、今までは見たことのない、へぼのへぼ手ですよねこれね。これちょっと下がられるとね、下がられた時にどうするか、切り伸びるのか伸びて出ていくのか、
これ両方あるんでしょうね。こう言って、そうなんですか、要するにこのこう言ってこの手を握手にするのと、ここへ行ってこう言って伸びて押さえて、はい、ここを押さえるっていう、ちょっと凝ってますけどね。白はもう一手必要なんですね。そうなんか、そうでやらさせようということでね、はい、でまあなんか飛んでいこうという。でもまあこう行くよりか多分の、こっちに出るんでしょうね。こっち出て、はい、ここへ出て行ってね。そうで受けに対し飛びに対してはこちらでまた頑張ってっていうことでね、こういう打ち方するんでしょうね、はい、でこの石がひどいじゃないですかっていう打ち方するんでしょうね、それが嫌で、だからこれが時と場合の手ですね。相手も離れてるからこっちも離れてたってこと、はい、まあこういって、片付きには押してね、押すか、まあ、はうかですが、はい、本局だったら押しを、こういう方がね、要するにまあ普通なんですけども、まあこれでなんか来ますよね、はい、ここが少し安定してるんでね、状態が安定してるんで、あえてまあこうやってみたんでしょうね。先ほど言った、はい、要するに私が言った相手が上に来たから下の方をというそういうためにもね、はい、やったんだろうと思いますね、はい、白は裂かれるのが嫌ということで、はい、継ぎまして、そして切りました、はいはい、この切りは、まあ、取られてしまうわけなんですが、取られちゃうんですけど、一応まあこちらに権利をね、A、見たんじゃないでしょうか。はい、つなぐと後からだとここへつけた時にちょっと違ってくるという、でも少し握手みたいですね、これね、はい、あ、そうですか。単でもつけれそうですもんね、はい、これなくてもね、なくても大丈夫だったということですね、はい、で伸びにもう一度入りまして、これで一段落ですね、で新しい方向に向かって、はい、あ、そうですね、これ、まあ、しかしここと、このこういうふうになった時にほらこういうふうになってるから、これは安定してね、こうちょっとこうこれが成功しましたよね、はい、この図がこっちを選ばしたということは言えますね。こういう図だったら、ただもう全然変でしょこれ、はい、危険ばっかり残っちゃいますもんね、だから元の図によって定石というか図もね、考えていくということは必要だということだと思いますね、はい、この新型の実利と厚みの分かれなんですけれども、これは、まあこれ完璧にまだ目じゃないですからね、白もね、はい、だから依然としてまだ薄みがここへね、はい、ありますからね、これはこれで、まあ、この手がちょっとし握手打ってますからね、まあ、黒も一曲打てるんじゃないですか、はい、はい、ということで、じゃあまたやりますか、はい、もう一曲、はい、本曲は先生の新型だったんですけれど、そうですね、いろいろありますね。打たれている時にパッとひらめいて、そうやっぱりね、僕の場合はね、今こう申し上げていますけどね、はい、今申し上げてるのがね、明日になったら違うこと言うかもしれないんですよね。そうなんですか。しょうがないの、それ。そうなんですか。うん、あのね、いつも午後検討会やってね、行って打ち帰ったらね、はい、ああまた嘘言ってるなっていう、しょっちゅうだからね。それぐらい要するに、その日その日によって5番の見方とかね、違うことがたくさんありますね。だからあんまり信用しないで、皆さんお聞きください、はい、このでもビデオに関してはいやいや、はい、でもビデオでもおかしいことはおかしいんですよね、うん、でも、はい、今は真実そう思ってるんです喋、はい、ってる時はね、はい、これも僕の黒番、はい、黒番で初めて三々が出てきましたが、はい、あ、三々、はい、ああ、こちらは小目です、はい、で閉まりました。で今度は低い、そうですね、はい、かかりです。要するに こっちも字で言ってますからね、字でね対抗しないようにしてるんですね。これだとほら、あ、さっき取られちゃうでしょ、はい、これはもう厚みは大丈夫っていうことで、これ閉まってますからね、この方が字に辛いですから、辛く来てるんですよね、はい、話は合ってるんですよね、
で、ハサミは挟みました。はい、高い三弦の、ま、好きですね、はい、この方がね多いんですけど、そうですね、二弦の方が多く打たれてますが、っていうのはですね、遠い方がここ入ってきた時に相手苦しいでしょ。はい、狭い分、狭い分ね、だから本当はもっと遠くでもいいんですけどね、まあ、これだとこの方がまあいくらかね攻めてるような気になりますからね。はい、開く余地が狭いので、本局はコスミつけて、そうですね、狭いとちょっと抵抗されますけど、はい、遠い方が抵抗しにくいですからね。はい、こうやったんですか、これももちろんこういうのもあるんですよ、押さえて、はい、切っていく、なんかこう下がって、はい、こういうのもあるんですけどね、このさっきも言いましたけど、最初から考えるのは辛いですからね、すぐ逃げちゃうんですよ。先生は大型定石嫌い、はい、ということで、はい、これは要するに相手が来て、開いて縁があります。で、まあここの締まりにもあるんですか。はい、この締まり、この締まり、一つの三三、ただ辺が少し黒が来てるって感じですね、はい、まあどうってことないですね、はい、穏やかな布石 で、 穏やかですね、はい、そして大番へ向かっていきました。三三、ね、の時はよくこのかかりが、そうですね、これがまあ常識的なんですかね、まあ、ここへかかる、はい、ここへかかる、いろいろありますけどね、まあ、一番きついのはここへかかってね、はい、これ若干しかしはっきり、はい、そう、こういうのもないわけじゃないんですよ。でこう押さえてね、でこちらとこちらを見合いにするっていうね、打ち方も立派な打ち方ですよね、はい、あ、この方がちょっと余韻があるってですかね、これまたどっか襲いかかったりこすんでったりってことでね、広い方が余韻が、そうですね、まあ、手が いろんな手に残ってるじゃないですか、ここへ行くとかね、打ち込むとかいろいろ手がまだ残ってるでしょ、はい、あ、ここから石数少ないですもんね、こういう風にですね、あるいは単に三の五とかね、はい、あ、五の三っていうんですか、あ、はい、こういうところが、あ、そう、はい、これだとまあ一応いつも申し上げてますけど、隅、隅、あっち隅一つ余分に取られてますけど、辺ですごくリードしてますからね、はい、辺がもうすごくリードしてますから遅れてはいないですよね、はい、見た感じもこちらがとても広いので、じゃあここ入ってくる、はい、早速入ってきました、うん、これが難しいですよね、どうやったんだろう。こちらはあの渡りもありますし、うん、要するにここが効いてるんですよね、はい、ここを押してる権利がね、忘れていけないですね、ここがね、ええ、要するにこういうのはもちろん皆さんよくお分かりですよね、はい、こうやって伸びられて先に伸ばしちゃうわけですからね、良くないですよね、でもこの桂馬なら先ですよね、なんとなくね、はい、だからここのとってもいいところなんですよ。ここ行くとほらこことかこことか行った時に膨らみがありますからね、5番の膨らみありますからね、非常にいいところになるんですね、いいところ。ここもいいところ、でもここもちょっと広いですよね、はい、どうやったんだろう、はい、二間を詰めていきました、はい、ここで白はというのはね、ここがこっちほらここが少し違うでしょ、ここがこっちで頑張ってますから、はい、でここをここに打つことによって余計主張するということなんですよね、はい、それで、はい、これを決めました、はい、これは、はい、先手なんですね、はい、はい、それで、で、こういったですか、はい、はい、この時に、こうやった、はい、ちょっとこれ一工夫したんですよね、これが面白い手だったかもしれませんね、こういうとこ単に飛ぶよりもね、はい、こうして形をね、いろいろ見るっていうことがいいかもしれませんね、これちょっとだけやってみましょうか、どうやってみましたか、はい、ここに来られて今黒が形がと言われたところで白は打ったんですけれど、でここ行った、はい、うん、こちらは急所になるんですか。そうですね、なんとなく要するにここへ行って、ここへ行って今度押さえる力ができますよね、はい、ここに押さえが来ると跳ねる力がありますからね、また跳ねに、はあ、白くもありますよね、傷が、はい、だから白どうしてもこう行く、はい、でこう行って
ええ、でこういったので覗きを覗いた、はい、でこの時に、はい、継がずにもう一を切って、ええ、でこっち、はい、面白いじゃないですか。一応ここね、二間取ってこっち頑張らせてもらったから白も渡らして広い方に向かったということで、はい、こちらはあの切って切り離してあるわけなんですけれども、もう要するに軽くしたということですね。場合によってもう動きが現在ちょっと白も動きにくいですからね、すぐにはすぐに動きにくいですもんね、はい、そうするとこっちの模様が非常に大きくなってきたということでね、これで新しい展開をするということですね。はい、いろいろ勉強してきましたけど、まあ奥席っていうのは戦う前の順番ですからね、まあ要するに私が思うことは本日はどういうねストーリーで打ってみようっていうことをね、それが大事なんじゃないかなっていう感じしますね。それを頭に置いて、ということなんですね。はい、はい。